こんにちは。今日はですね、今日もね、ちょっとね、ラッシュ行っちゃいました。で、買ってきたものを少し紹介したいと思います。はい、まずは、デーモン・イン・ザ・ダークやな。っていう、この前も買いましたが、リピートです。このちょうどお化けのところを切ってもらいました。見て見て、超かわいいお化けのところを着てもらいました。めっちゃいい匂いでさ、ミントとクローブ、限定だからね。限定だからちょっとね、置いとこうと思って買っちゃいました。めっちゃおすすめの石鹸です。毎日使ってない？毎日使ってます。洗顔にもね、使ってる結よ。構いいんです。で、次は久々のバブルーバーで、じゃーん、ブルースカイでーす。やっぱさ、ラッシュってね、香りがいいのよ。香りがね、めっちゃ良くて。エッセンシャルオイルのね、香パりチだョかリーら。のね、香りなんですけど、これは。もう最高です。この色も好き。ちょっとね、日が経っちゃってる色してるけど、まあ可愛いからね。はい。あと、これはね、復刻版で、まっちゃんがね、気に入ってた、オーティークリーミードリーミー。シャワークリームといって、シャワージェルのクリーム版。体を洗うクリームみたいなもんやね。かなり保湿力が高いしっとり系だね。うん。これがね、復刻してまして、まっちゃんが大喜びで。飛びつきました。ちょっと変なテンションになっちゃったよね、お店で。お店でまっちゃんテンション上がってたね。みたいな。復刻してるみたいなね。れってみたいなね。これ昔めっちゃ好きだったみたいにね、なってました。これもね、今日からぜひ使ってみたいなと思います。なんかドリームクリームっていうね、すごい肌に優しい、すごい優しい成分の、ボディクリームで、成分が似てて、香りも、ほぼ同じ。で、ででグラスの香水ついに買いました。もうね、これ最高なんですよ。これ最高。風呂に入るたびにな、グラスのシャワージシェャルを使ワーっジェルて。で、あっとか言ってたから、もうね、これちょっとつけてみたいと思います。説明してどんな香りか。あのね、一生こうやっときたい。ね、草原？なんかね、大草原に一人じゃなくて 草原にいる感じするわ。なんかね、なんか草刈りした後のなんかグリーンっぽさになんかオレンジのような、なんかちょっと甘い匂いもするね。そうなんかビタースイートの感じのオレンジっぽい香りがあるんだよね。めっちゃいい匂い。本当にいい香りこれ。本当にいい香りです。これもおすすめ。でも、なんかこういうね、ラッシュの香り、こういう系のね、ちょっと独特なんだよね。そういうのが大丈夫な人は大丈夫だと思う。でも万人受けするかって言ったらわかんない。でもこれちょっとね、時間を置いてからの香りが本物の香りやね。その最初に来る香りじゃなくて、ちょっと体に塗って落ち着いてからの香りが本当にいいのよ。それと、アッコさんの前回おすすめの、ガーディアン・オブ・フォレストも嗅いできました。ここにつけてまいりました。シロツメクサの草原、シロツメクサの敷き詰めたお花畑というか草畑の匂い。めっちゃいい匂いです、こちらも。グラスに比べると、ガーディアンフォレストの方が万人受けしやすい香りかなっていうか、そうだなんね。か、導入編に良いというそうか、だね。
グラスの方がもうちょっと癖あるかなって感じする。癖ありだと思う、うん、癖ありだと思う、うん、はい、というわけで 1,2,3,4 点かな、買ってまいりました。よかったらラッシュ使われる際の参考になるかわかんないけど、なんかの、まあためになってないかな、でもなんか楽しんでいただけてたら嬉しいです。グラチャできますね。グラチャ、グラスと、このグラスと今ね、ちょっとね、もう会社に持っていこうと思ってちっちゃいポットに入れ替えたんだけど、このチャリティーポットっていうのとね、組み合わせると超いい匂いになるので、このちっちゃなチャリティーポットとこれとやりたいと思います。持ち運ぶように、持ち運ぶように。でもこれ会社蓋がねそんなに強くないから会社に置いといた方がいいと思った。あんまりうろうろさせてポーチの中とかで破裂したら嫌だなっていうので、あの置いといて使うっていうのがいいかなと思いました。よろしいと思います。はい、というわけで今回はこんなところにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。大丈夫に一人。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。